そろそろ起こした方がいいかなでも寝顔見てたいしな、うん、この寝顔見られるのは私だけなんだよね今んとここのまんま結婚せずずーっと私だけ頼りにしてればいいのにな あれ、起きてたんですかご主人様。<laughs> おはようございます。どうします今日こそ、メイドの私のお目覚めのキスで起きてみますかそしたら目覚めいいんじゃないかなーって。まあ、これもただの提案ですけど。 ここ最近ずーっと言ってるからそろそろ折れたかなーって。どうですか、ご主人様。うん。<laughs> おはようございます。はい。朝ごはんもバッチリですよ。匂い嗅いでみてくださいよ。んー、いい香り。 お腹すきました健康そうでよかったです。で、中はいいですかんそっか。じゃあ、夜の預けってことにしときますね。ま <laughs> たまた。また 最近夜お休みのゅうしてくれてるじゃないですか。<laughs> ね、寝ぼけてたんですか悪い人だなぁ、うん。じゃあ今日も寝込みを添いますね。<laughs> うん、そういうのが好きなんでしょう んはいはい。起きましょう、起きましょう。このまま話してて、寝込み襲うのもなしって言われたらたまったもんじゃないし。はい。う <laughs> ーん、なんか言いました <laughs> おはようございます。昨日は早く寝たから、顔がスッキリしてますね。よかったよかった、うん。でもここ、ちょっと汚れてるし、さっさとお顔洗いますか。ああ。今日も私が洗いますね。 ご主人様はなんにもしなくていいですよ。外では毎日頑張ってるんだから、家では私が甘えさせてあげますよ。はい。ふ <laughs> ふ。変でしない、い変でしな。い顔洗ってすっきりして朝ごはん食べましょうか。 住んでいってらっしゃいのチューをして。んふふ <laughs> はいはい、よいしょよいしょ。お着替えしましょうね。うん。ほいー。万歳。よいしょ。はいはい。 フほくろできてる。この前までなかったのに、人間って不思議。フ <laughs>、はあ、このほくろまでもフフフフフフフご主人様だから… <laughs> いつまで冗談だって思われるんだろうなフ ねえ、ご主人様。もう家では私なしでは生きられないんだから、もう観念して、私をめとってくださいよ。そうですよ。こんなにご主人様のことを愛してるのって、私しかいないんですから。ね。っ、ねえねえ。ね。 うん、そろそろ落ちそうですね、ご主人様。はい。毎日毎日、大好きだって言ってたら、もう私のことも大好きになっちゃいますよね。ご主人様。家に帰ったら。 私がどんなご飯作ってるのかとか想像してるんじゃないですかうんまあたまった,またそろそろ素直になってもいいん、ね、だ。 結婚せずにこのまんまメイドとして一生使えるのもいいけど、これから奥さん迎えるとか想像するだけでずっとするし、だったら私がお嫁さんになればいいよねって思うんだけどな。ねえ、ご主人様。お。おっと。着替えないとね、風邪ひいちゃうし。お シャワー入りますよね。うん。朝風呂にします浴びるだけにしますうん。<laughs> 安心してくださいね。私がお背中を流しますんで。求めてたでしょ。あ、違う違う。私が求めてるから。ね、ご主人様。 見ちゃうなこんな毎日だってご主人様とこんなたわいない話して楽しく過ごせるんだもんはいご主人様が外に出てる時はまあ家の家事したら でも仕事は完璧なんだからいいじゃないですか。ねえご主人様、仕事は真面目で完璧で、ちょっとだらけちゃうメイドのこと、好きですか <laughs> <laughs> 今日も一日頑張ってくださいね。 私が毎日ここで待ってるんでお帰りなさいご主人様って言わせてくださいねご主人様大好きですよご主人様が大好きなメイドがお迎えするんで一日乗り切りましょう がんばれ、がんばれ、がんばれー。ご主人様。<laughs> お腹すきましたね。じゃあ、支度しますね。お背中を流しするんで待っててくださいよ。おっと。<laughs> ご主人様、大好きーう。うわ、はいはい。 したく、したく。あやがとうございます。